どうも皆さんこんにちは、プリッチです。ということで、最近はそのプレイグラウンドでいろんなまあ企画をバカと二人で、ね、撮ってるんですけど、今回の動画は久しぶりにバトロワでやっていきます。よろしく。わーい、はい、わーい、テンション低いな。わーい、わーい、テンション低いな。どこ行く、まだどこ行く、ちょっととりあえず場所で決めよう。場所ここですね、やっぱり、絶対チャレンジだよな。違いますけどね。わかるもん。チャレンジって何ですか。チャレンジいつもやってんじゃん。マフィンの一種。マフィンの一種ですか。違うって。ミスド。チャレンジのためにしかやってないもんね、フォートナイト普段。違いますよ、まあ、その話置いといて、以前ね、生放送でちょこっと言ったことがあるんですけど、まあ動画の後半というか、その企画の後に、まあ俺どこまで喋ったっけ。どこまで自分が喋ったか分かんなくなっちゃう。うるそ。要はみんなの質問とかさ、相談に俺たち答えていこうよっていうコーナーです。これは、はい、そうですね。ズバリ名付けて教えて、下にはプリヤマ。マスギ人間。あのね、聞いたことありますね。簡単に説明すると、ツイッターでハッシュタグをつけて、二人はプリヤマでツイートをしてくれたら、僕たちがね、うん、動画内でそれに対して答えます。返答というか、うん、まあ悩み相談だったら、まあ悩みとか相談乗ってあげたりとかできるんだけど、これうますぎ。私今ね、電話かけてるんですけどね。で、誰に。いや、ダーバーガーです。ダーバーガー。何チャレンジです。終わってから一緒にやってあげるから、お前引きいるから。今どこにいます。なんかフェイタルじゃないの。あ、かかった。行きますね。何も伝わんないから、本当にお前がそこでどんなチャレンジやろうと。カメラマン俺やから今。とりあえず2人はプリヤマでツイートしてもらって。そう。何でもいいのでってことですよね。うん。で、まぁ、今回の動画は、そうだね。今回の動画は、まぁ、それの説明のために、わざわざね、うん、このバカを起こして、バトロワで撮ってるっていう。そうですよ、本当に。人が気持ちよく起きたら、本当に。気持ちよく起きてるって気持ち悪いぞ、お前それ。なんか気持ち悪いんだけど、それ大丈夫。やんやんやんや言うて、いつも。うぃ、ナイト。あ、敵います。いや、ほんまやばい、ほんまやばい。武器はいいけど、武器ないから多分やられて。でも帰れよ、もう。こいつったり帰れつったり。武器を持ってこいって意味だろ、お前。何ですか、こいつったり帰れつったり。何の説明で、やばいやばい、ほんとに。来たらこれですよ。マスギ人間。まあ、せっかくだから、ちょっとこう、ロビー画面でやっちゃうんだけど、二人はプリヤマで早速ツイートしてくれてる人がいるんですよ。これまた。ほう。まず一つ目が、バカお前知ってる？言語が変わるって。あ、知ってますよ。動画で。やりましたもん。ああ、やってたね。そうだね、やってたね。うんうん。平成から何なんだっけ。平成から。うん。多分すんなりは出てこないんだろう。ポケモン？ポケモン？いや、違う。それも出るんだけどね。それ新作なんだよ。それも合ってるよ。あ、ソードか。ソードか。ソードかじゃなくて。違うから。令和ね。令和っていう名前に変わるんだよね。電話で、チャレンジはいい、ほんとに。電話のチャレンジあるんで、ここに。さっき寄ったんじゃないの、これ。いや、この次に行くと思うんですよ。お願いします。だる？令和って言ってんの、令和。あ、電話じゃなくて。電話じゃなくて、昭和、平成、電話って意味わかんないやろ。言われてみれば、ガテンがいく。言われてみる前に、あれやけどな、分かってほしいけどな。うん、これおかしいなって。うん、これおかしいな。いや、うん、これ言ってないから。攻撃したいで、ちょっとやめて。ルンダも、そっち行ってねえから。痛い。やられちゃったよ。これ、プリさんの攻撃して来て、邪魔してきてくれてると、した。それとやっぱ語彙力どうした。いや、もう全然話進んでないけどさ。まあいいですよね、話進みましょう。生きてなくていいんで、別に私。辛いけど。天の声として。ちょっと待って、これ活動していきたいと思います。ワンちゃん助けいけるくね。いきます。あ、これ今ちょっとやってる。電話やってる。おい。あ、いいですね。おい。わあ。本当だ、でっか。そう、本当に電話あるんですって。すげえ、なんか昭和の電話みたい。昭和の電話。違うかな、ちょっとそれは。あれこれ。ああ、そっか、俺できないから順番が違うのか。そう、今やってもそう、順番がね、違うんですよ。で、一つ目のお題なんだけども、はい、令和で、あいうえお作文してくださいということでね。あいうえお作文ってわかる？なんか、例えば令和だったら。なんとなくわかりますよ。先俺が言った方がいいかな。ああ、じゃあお願いします。俺これね、ちょっと、まあ、真面目に考えたんだけどね。レンコン。お前さ、本当に。今俺が言う流れじゃなかった？俺の、今解釈が正しければ。もたもたしてるんで、言っちゃおう。もたもたしてた今。ぐずついてたんで。レンコン。レンコン。いいとこ。私誰？あの、さ、さすがに意味はないですよ。意味がない。意味ことに意味があるんですよ。意味ないことじゃ、かっこよく言わないでよ、本当に。いや、本当にそういうことなんですよ。何でもありやん、そんなんやったら。何でもありじゃないですよ。いいとこ、私誰？意味わかんないか、本当に。レンコンのいいとこ食べようとしたけど、途中で、あれ、私誰？ってなった。なんない。フォートナイトないない。なったんですって、私は。前はね。フォートナイトないの。フォートナイトないないみたいな感じだから。関係ないでしょ。それならせめてさ、レンコンいいとこわからないとかじゃない？それ全然面白くない。それで確かにみたいな。面白くはないよ。確かにちゃんと面白さも狙ってのそういう。いや、面白さを狙ってるわけじゃないですけど。あ、そうだよね。なんかそれを言い終わったところで何が起きるっていう。めっちゃディスられてんだけど、謎に今めっちゃディスられてる。, 笑い方直せって言ってんの、お前それ。マスギ人間。早く言ってくださいよ。俺ね、これちょっとね、あのね、
一回真面目に考えたんだけど、やっぱ俺もちょっと受け狙い行きたいなと思って考えてきたわ、はいはい、いい言って、うん、連絡先を言わせるためにワインを飲ますっていうね。え？え？いやだからその怖っ、怖いですね。ほら、いやそこまではならない。まあナンパしてる状況で今ちょっと考えた。え、受け狙いでそれをやってるとしたらもうめちゃめちゃ怖い価値観ですけど。いやいや、そんなに大丈夫ですか。いや怖い、そんなやばいこと言った。めっちゃ怖い。アンケート取りましょう。今見えめ取りましょう。今怖い怖い怖いと思った人。え、受け狙いでそれやったんですよね。え、面白くない。なんかそのさ、令和で作るからさ、みんなこう真面目にするけど、いやお前ナンパやんけそれみたいな感じのさ。サンドパン、マーケもハマってる。サンドの進化系。いや、ハマってないですけど。サンドパンって なんか三大進化しそうに見せかけてさ、二大進化しかしないか俺嫌いなんだよね。え、あれもう一個上で出ませんでしたっけ。メガ進化、デカ進化、デカ進化で、でかくなっただけ。でかくなっただけじゃね。デカ進化、でかくなっただけのポケモンあんま嫌だな。ピカチュウがデカ進化したら絶対捨てるよ。次は、はい、これかな。二人の中学時代の一番の思い出。これさ、俺バカのさ、過去の話とか俺あんま聞いたことないじゃん。だからちょっと聞きたいなと思って、はい、まあ俺は別にそんなもう普通の一般的なさ思い出だけど、バカ、お前中学時代どんな感じ。いやいやいや、とりあえずでもやっぱ小林さんから。あー、そうだね、中学時代の一番の思い出だ、はい、まあ、僕そうですね、私はやっぱりでもやっぱだからさ、お前本当にさ、もたもたしてた俺今。俺もう遅いですね。今の遅いの。なんかあんまテンポが好きじゃないですね、あんまり。あのもう倍速で喋ると、うん、言うときは、うん、いやー、別にそこまでは言わないですけど。え、それぐらいだって俺普通にポンポン喋ってたけどね、うん、あんまりなんか好きじゃない、好まない。まあチャリ通してたことですかね。チャリ通してた。あー、そうなんだ。チャリ通禁止だったね、逆に。うん、うちもですね、絶対禁止なんじゃないですか、やっぱ。いや、お前チャリ通してたんだよ。いや、遠すぎてさすがに乗らないっていう選択肢なくて。ああ、そういうことね。そうですね、チャリ通やっぱり。また意味わかんないこと言い出したのかと思って。本当にチャリ通はしてたんだ。いやいや、もう本当に隠れてやったんだ、はい、毎日ちょっと引いてました。チャリで自転車で、はい、これはあんまりちょっと人には言えない。聞かれてるけどね。アンパンを食べながら部活とかはやってなかったの、はい、部活。これまた違う質問になっちゃいますよ。まあまあまあ、この質問来た時に返せなくなりますよね。いいですか。賢いないよ。いいんですか。いや、分かった分かった、ちゃんと考えてんだな。考えろよ。リブートさんは、リブートさ、今画面にリブートって出てるの、もしかして。リブートカードを集めた。俺の名前じゃないからね、そこだけちょっと分かっといてほしい。あ、普通に忘れてた。うん、違うよそれ。珍しい。あー、取れんかった。ヘビアさん、俺は部活かな。なんかちょくちょく言ってるけど、俺バスケ部。あー、いた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 。あっぱっぱっぱ。本当に部活めっちゃ熱心にやってたね。部活か。興味ないならいいんだけどね、別に。やばいやばい、来てる。オッケー、ワンダウン。いやー無理だ、もうコントローラーね、設定変えたんですよ皆さん。これ本当に難しい、全然慣れないです。これコントローラー設定変えてる人いますか。割と変えてんじゃないの。アンケートちょっとまま増やしていいですか今。じゃあ、ボタン配置を変えてる人、右上でアンケート答えください。僕見えむきた。で、朝はパン派の人、次のアンケートですね。これ、いややめろって、そこら辺にしとけ、ね、そこら辺にしとけ。コシアン派、粒あん派、もうどうでもいいやろそれ。気になる、すごい気になる。粒あんだよ、一番気になるところ、人間の中で。粒あんだけどな。私も粒あんですね。おぶね。おお、本当だ、生きてた。いやか、もう今天井見てましたよ。あ、これあります。デカポンのよしってなわけで、まあ今回はまあとりあえずあとは普通にビクロ狙ってやっていく感じでいいかな。ビクロ取ろうよ久々に。あんま最近さ、俺らこのその人格とさ俺でさ、バトルはやってなくない。やってないですね。久々にやろうよ。嫌なん。いやいや楽しいですよやっぱね。これね、やっぱたまにはかっこいいとこ見せないとな、俺ら二人のコンビネーションをよ。ですね、なんだかんだ一緒にやって1ヶ月ぐらい経ってますもんね。立ってる、もっと経ってる。感覚おばあちゃん。なんだかんだ、なんだかんだって3ヶ月4ヶ月ぐらい経ってんじゃないかな。あ、いる。なんだかんだで、うっ、あ、一人落ちた。あ、二人いる、この中にいますね。これくっつき誰？なんか別場じゃない？これ怖い怖い怖い。別場です、別場。ジャンプとエイムが慣れない。いや本当に別場や、綺麗に死ぬなよ。それ別場の方行くからそっち任せた。うわー、待ってー、マジで難しいですねこれ。どんぐらいで慣れますか。オッケー。いやでも俺めっちゃやってた時期に変えたからマジで1週間ぐらいかな。まあ、でも知りました。聞いてる間に知りました。1週間ぐらいで慣れたよ俺は。でめっちゃやってたからね。1週間か、難しい。あれバカじゃん。おお、しんど。ごめん。で、そういえば平成の次の年号なんだっけ。テンパ